道後温泉本館道後温泉本館の夜景道後温泉は四国愛媛県松山市に流出する温泉である。日本三古島の一つと言われる。その存在は古代から知られ、万葉集刊一にも見える。なおかつてはこの周辺が温泉群と呼ばれていたが、これはこの温泉にちなむ地名である。夏目漱石の小説、坊津ちゃんにも描かれ、 愛媛県の代表的な観光地となっている。2007年8月に地域団体商標として認定された。単純温泉。源泉温度42から51度。地熱由来の非火,火山型の温泉である。近年、道後温泉本館も県条例の影響で塩素消毒となり、その際には論議を呼んだ。松山市中心部の銭湯、ホテルなどは有料が、 余裕のある奥道後温泉からの咽頭を利用している場合もある。神経痛、リューマチ、胃腸病、皮膚病、痛風、貧血。効能は万人にその効果を保障するものではない。道後温泉街はその中央にある道後温泉本館を中心としている。本館自体が観光施設であるが、商店街なども観光客で賑わう。温泉本館前から、 市内電車の道後温泉駅まで L 字型に道後温泉商店街があり、土産物店や飲食店などが軒を連ねている。L 字の角のところに椿の湯がある。こちらも共同浴場であるが、料金も本館より安く、地元の人の利用が多い。市内電車の道後温泉駅前には、北条園という商工園があり、坊ちゃんからくり時計、足湯、湯釜などがある。 駅前広場には夜間は坊ちゃん列車の機関車と客車が止め置かれライトアップされている。従来は道後温泉街には昼間の楽しみが少ないと指摘されていたが、北上園に足湯ができて楽しみが増えた。足湯は湯釜を取り囲む形でベンチが作られ腰を下ろして足を温泉につけ歩き疲れを取ることができる。なお、北上園の隣、 商店街の入り口には松山観光コンベンション協会の観光案内所と道後温泉旅館共同組合の事務所がある。温泉本館の北から東にかけてがホテル旅館街となっている。これらの旅館群は高度成長期により広い土地を求め当地に進出したものが多く規模の大きいものが多い。戦前まで主要な旅館街であった道後商店街付近の旅館はほぼべてが現在では、 営業しておらず、跡地には現在は、土産物店が立ち並ぶ。足湯天湯が置かれ、無料で利用できるホテル、旅館がある。周辺にも、道後公園、有通気跡、湯神社、伊佐寺派神社、宝岩尾寺、に来たの道、石美術館、松山市立式記念博物館などの見どころが、多数あり、一帯が観光名所を形成している。近年、 松山市が推進している、坂の上の雲関連では、秋山家の墓が、詐欺谷墓地にある。ホテル旅館街の西には、観楽街、風俗街があり、ストリップ劇場や、ソープランドなどもある。かつては、沖屋などの立ち並ぶ一帯もあったが、現在は、廃屋同然となっている。近年、道後温泉本館前の道路を迂回させ完全に、歩道化することにより、 モダンな周辺環境を整備しつつある。従来は横断歩道を渡らなくてはならなかったが、徒歩で安全に商店街と本館をつなぐことに成功し、商店街とより密接な関係を形成した。道後温泉周辺は人力車での移動も可能なため、本館前には人力車の駐車スペースがある。現在、道後温泉には3つの共同湯がある。上日の外湯3湯いずれも、 公営の公衆浴場であるため全国的に珍しく公式に入れ墨を持つ者の入浴を認めている。道後温泉本館の周辺には温泉旅館、ホテルが立ち並んでいる。巨館ホテルはない。特に本館から緩やかな坂を登る県道の両側に比較的規模の大きいホテルが数間係を並べている。小規模な旅館は本館周辺及び 冠山の東側の道沿いに多い。なお、本館前の商店街もかつては旅館街であったが、自動車でのアクセスが一般的となり、また規模拡大を施行する中で旅館は移転し、現在は土産物街となっている。道後温泉は日本国内でもひときわ古い3000年もの歴史を持つと言われる温泉であるが出土している。神話の昔はもちろん、 史実上の記録に登場する温泉として見ても、道後温泉は、日本最古級の歴史を持つ。歴史については、年表としては、松山市道後温泉事務所物語的には、道後温泉旅館共同組合を参照。からくり時計戦前の道後温泉街アスカの湯2010年5月、松山市の道後温泉の旅館の数が、この20年間で半減し、 宿泊可能人数も3割程度減っていることが報道された。民間調査機関、イオギン地域経済研究センターによると旅行需要は団体から少人数、個人に移行したが、道後温泉はバブル期前後に団体需要を踏まえた宴会場などの設備投資を進めたと低迷の原因を機動的な対応の遅れによるものと指摘している。道後温泉の旅館数は 1989年には58件だったが、2009年には31件になった。道後温泉駅と坊っちゃん列車。ありがとうございます。